それでは、私よりここからは質問をさせていただきます。はい、マスコミの方は、ここからはフラッシュなしの撮影に切り替えてください。よろしくお願いします。さあ、えー、ついに公開を迎えたということになるんですが、川西さんあ、監督が汗を…すみません、今。監督が汗、大丈夫汗が,汗が、ね、ちょがねえね、ー、照明もね、たかれてますんでね。はい、渡<あ>しました。ハンカチを渡してということで、はい、と見事な連携プレーでございました。はい。 えついに、ね、公開を迎えたわけですが、えー、撮影から、まあ、半年もないという状況で、まあ、無事公開を迎えた今の気持ち川西さん聞かせてもらっていいですか、はい、そうですねなんか本当にああの公開までの時間があっという間であんまりこう実感が僕もなかったんですけどあのさっき JO1 のメンバーの豆原一成からあの連絡が来ましてははい、はいたく君。 俺一人で見てきました。えー〜えー〜まめさん、まめさん見た。見たいや、<laughs> 一人で。はい。素<敵>すごい。いたくみくんの演技マジで最高でした。素晴らしいな。<laughs> ね、あの連絡が来て、<laughs> ああやっぱり公開あの <laughs> されたんだっていう思いとあのすごく愛されてるなっていう思いとあの皆さんにもこう早く見ていただきたいなっていう思いが溢れました。はい。 一番身近なところからも感想が届いたということですね。佐藤さんはどうでしょう。今の気持ちとそして周りの反響は今のところファンタスティックスメンバーからはそういった連絡は一切来ておりますん。やめてください。あべと僕のママからは来ましたね。ママから。なんでうした。ムビ付きをプレゼントしたみたいな。反抗期なのに反抗期なのにね。ムビ付きはプレゼントできた。ムビきで。なんなんか言ってませんでした。あの よよかったけめっちゃいいじゃないですか僕さっきお母さんから来てて確認したら「今日休み?」って来てましたよ知らんねえ今日初日やでってこと伝えて嘘そやんって言ってましたいい関係性でもいい。ろんなね形があるということでございますがそしてここからこれから見る方ね今皆さんが集まってますけれども映画の見どころ をちょっと教えていただきたいなと思ってるんですが中島さんいかがでしょうはい、うん、そううですね、まあ、うちのメンバーもそうなんですけどもこう普通にいつも逃走中をバラエティで楽しみにしてる方だったりもいらっしゃる方から聞くとその逃走中の,そのドラマ映画化っていうものが何か全然わからない方が多いと思うんですけどもそのバラエティの逃走中の部分もありますし。 でもそこだけじゃなくてこうすごくストーリー性のあるようなここ6人が陸上部のメンバーなんですけどもここにある絆だったりとかここ6人だけじゃなくて全員の登場人物のこう内にある強さだったりとか弱さだったりとかそのものが全て出てすごくもう勇気づけられるような作品になっているのでもうぜひこれは見ていただきたいですし子供もも大人も,もう老若男女皆さんが。 言えたた言えたえー、皆さんが楽しめるような作品になっておりますあの中島さんの,、ねはい、あ,のあのシーンもね、なかなかね、あのまさかだ逃走中を見て,てこて涙するシーンとかってないと思うんですけども、えー、この作品ならではの部分で僕だけじゃないかもしれませんし、うんえー、そこをぜひ注目してみていただきたいなと思います木又さんは見どころどうでしょう。 いやそうですねやっぱあのハッシュタグ映画逃走中まさかのマジ泣きと言われてるぐらいなのであのー、本当に泣けるところが <laughs> いい僕らで言ってるんですけどねこうやって、はい、<laughs> ハッシュタグつけてくださいって<あ>、ね、そっかもはやね、うん、そうですね僕たちが言わせてました<笑><笑> <laughs> あのー、でも本当にねそうそれが似合うくらい本当に泣けるポイントがたくさんあって本当にただの逃走中じゃなくてあのー、本当にいろんな人に愛される作品なんじゃないかなと思いましたね いろんなね見どころがある映画でもございますそれではここで SNS で募集しました質問をご紹介させていただきます、えー、先ほど映画をねおそらく見られた方ですねおトさんからいただきましたおとさん,おとさん、はい。みんなそれぞれのキャラへの愛が伝わりすごく感情移入して見てしまいました最高に仲の良さが伝わる素敵な映画でした質問です皆さんは今何から逃走中ですか 何から逃げているんだということでございますが、どうでしょう。あ,あります。 今、夏ですごい暑いじゃないですか、僕は日光から逃走中してます、日たいな日光東走宮みたいに言いましたね、そんなことはないですね日光逃走中、うまいねってやつ、やめて、いや、でも本当に、事務所からも焼けないでっていうふうにも言われてるんですけど、僕自身、そんなに焼けたくないっていうのもあって、とりあえず、とにかく日陰を歩くようにしてます。そうなんですね 手打つは結構ね、はい、日焼けの方は日焼けの方割と <laughs> そうですね、たぶん匠と僕が並んだら結構色の違いがすごいすごいよねはい、際立つんじゃないかあの僕もじゃあ,あの白塗りちゃんとしようかなって来たんですけど、ええ、隠しきれない首のやっぱ黒さが出ちゃいましたいやでもかっこいいっすよ、うん、健康的っ<ょ>そっちの方が え、マジなんか、ご飯おごろか。え、いいっすか。単純。そうやな、あの。単純だな、この人。焼肉でいい。あ、はい。焼肉がいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。全然、もっと言ってもらっていいよ、全ここでね、食事の、ね、予定が決まったということでございます。金城さん、いかがでしょう。逃走中。何か。何かから逃げてるですよね。はい。いや、なんだろうな。 難しいですね、あの…いや、僕も紫外線って言おうとしたら、まさかのかぶりで、そうなんですでもこれは正直、スカイは逃げたことないんですよ、確かに突き進むことしかないです、逃げない男、逃げない男、近所スカイです、かっこいいそれでいつも痛い目見てます、まあいい、なるほどね、本当は逃げた方が良かったけれども、基本そうなんですよね、だからもうメンバーで動いてても。 これ一番最初に誰がするってなったら割と俺を見るっていうああなるほどちょっと任せちゃいますね僕も一歩出てますもんこうやってやる気だけは僕やりますよやりますよそういう感じなんですねうですねあの音さんね質問くれた方ですがぜひ監督にも聞きたいですということです何から逃走中ですか逃走中ですかななんだろうえと すごい浸透しますね。注目してる。注目してます。注目しております。急に来たんでちょっと。何かなと思って、逃走中。ね逃走中難しいです。難しいね。いや、監督もね。逃走したことない。であ、そうなんですよ。こいつかっこいい。監督は逃げたことないという。壁を壊していくんです。そうです。そうですよね。そうなんですよ。すごい。 あ、お前出た、前出た、一歩,歩,歩,歩出てました。監督と金城さんで、前に出る。キャラの時だけじゃ、一歩前で。どっちが先にいく。俺のほが前に出てる。どっちが先に落ちるんだという、そんな感じですけれどもね。はい。で、皆さんに逃走中ということについて、聞いていきましたが。ここからは、ちょっとフリップを使って、トークを。 させていいいいたただきたいなという,ふうに思います先ほどは SNS の質問で何から逃げてますか逃走中ですかということでしたけれども、えー、今回用意させていただいたのは「逃走中にちなみ挑戦中なこともしくはこれから挑戦したいことはありますか?」という内容で事前にフリップに書いてもらっています。